時刻は午後1時を回りました。美味しいお昼ご飯お召し上がりになりましたか今日も始まりました。マリリンギノワン通信の時間です。私はパーソナリティの高田翔子です。この番組はギノワン市大山にあるギノワンマリン支援センター。通称マリリンギノワンのホットな情報を皆様にお届けする番組です。ギノワンのダイビング情報。 マリンスポーツ情報、マリン用品のセール情報、施設内レストランピッピのご飯のお得な情報もご案内していきますので楽しみにお聞きくださいそれでは今日も早速ゲストの紹介ですって言ってね、今日ゲストいないんですいつもの陽子さんさえいないんです ということで今日は私一人で、えー、この番組をお届けしたいと思いますが、えー、実はね引き続きこの、あのーえー、FM ギノワンさんずっと聞いてくださっている方は、えー、お気づきだと思いますが先ほどのね玉よし乃さんの「ののスタイル」にゲストで、えー、出演させていただいて喋っておりましたので <laughs> この中からね同じ声じゃんっていうことなんですが、えー、引き続きでお話をさせていただきます。ということでねちょっとこのマリリンギノワン2 私信ではいつもあのお話ししている雰囲気とは違う高田翔子なお話をさせていただきましてね、ちょっとあのパーソナルな部分もバリバリ出ましたので、今日は引き続きそういうところをねお伝えしていこうかなと思っています。そしてですね、えー、ゲストがいないので私がやらないといけないのでやってみたいと思います。えー、いつも洋子さんにやってもらっている部分ですね。この番組ではメッセージを募集しています。 メールアドレスは7 9 7 f m g i n o 1 c o m m 7 7 9 f g i n o 1 c o m です。 それから F ・ m ミ・ノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています F ・ m ミ・ノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください Twitter も連動していますのでたくさんツイートしてください ということでね、えー、いつもようこさんに読んでいただいてるので私なかなか今読み慣れてない感バリバリでしたね。はいということで、えー、引き続き続よろししくお願いしますで今日はね、あのー、どんな番組にしようかな一人で何喋ろうかなと思ったんですがこの「マリリンギノワン30分番組なのでいつもの特徴としては、えー、曲がね2曲いつも曲を用意してるんですがおしゃべりが楽しすぎて。 くだらない,しいつも1曲しかかからないというのが特徴の番組になっておりますので今日はそれをがらりと変えて私が、えー、大好きな沖縄の音楽をいっぱいかける。 とといいいう番組に30分したいと思いますので、皆さんん沖縄の音楽たくさん聞いてくさささいいてだね。さあそれではですねまず1曲目聴いていただきたいんですがあの私が沖縄に来て沖縄の音楽にものすごくハマったんですがそのハマるきっかけにもなったジャンルの曲あのこの曲ということではないんですがこういうジャンルの曲にものすごくハマりました。それでは最初1曲目聴いていただきたいのは「あざとやストリート」。 さあ皆さん聞いていただきました「アサトやストリート」今もバックでちょっと流れてますけどね、あのー、沖縄にねあさっきのごめんなさい番組の続きから聞いていただいた方はご存知なんですが実は私はヤマトですね、えー、大阪から移住をしてきて。 もう15年ぐらい住んでるのかな沖縄にえ移住して最初にねやっぱり沖縄民謡というのがたくさん耳に入ってくるじゃないですか。で「あさとやユンタだったりとか「ティンサグの花」だったりそういうのを聞いてねあこういうのが沖縄の曲なんだなと思っていたところにこのね「朝さとやストリート」とか、えー「五穀豊穣」とかあと何だったら「与那国のマヤグア」とかね要はいろんな人がいろんなアレンジで こういういわゆる民謡というものをあの演奏してたり歌ったりとかされてるんですねもうね衝撃でしたねあのー、私の振り返りますとね、えー、育ったところが大阪のね千里ニュータウンといって新千里というニュータウンってついてるぐらいなので新しい町なんです何もないところを開発してそこにお家が建ちましたみたいなところに住んでたのであのー、全員が そこの大阪の、ね、ニュータウンに移住してきた人ということで歴史ゼロみたいな街だったんですねなのでこの歴史とか文化とかいうのにあんまり触れないまま大人になったので沖縄にやってきてねこの民謡とか伝統とか芸能とかっていうのが脈々と息づいているのにすごくびっくりをしたんですねですごくびっくりしたにもかかわらず、えー それが古いものではなくて現在にもまだ生きているということにさらにドゥマン来ましたね、えーあのー、そしてこの民謡を民謡として置いとくのではなくてそれを自分なりにアレンジしてジャズ風だったりフュージョン風だったりこれ何風ロック風だったりとかっていう風にいろいろアレンジしてこの民謡があの昔のものとしてではない形でいっぱいあるということに に <laughs> びっくりしましたであのもうそれで音楽聴きまくりましたね一番そこで初めにハマったのが今歌っていた新井幸人さんこの新井幸人さんは、えー、こういうアレンジ曲ということでグループをね「パーシャクラブ」というグループを持っていていっぱいの曲をこんな風にあにかっこよく演奏してくださってます。で逆にね このあらゆきとさんがかっこいいからということで、えー、ライブハウスなんかに行くようになってライブを見に行くと今度は三振一丁でがっつり民謡とかを歌ってるゆきとさんに出会うんですようわ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 この若者のかっこいい人こんなに民謡かっこよくがっつりうつ歌うんだっていうのにもびっくりしましたね。であのの第第二の衝撃第三 最初は民謡が残ってる次は民謡がアレンジされているその後またその民謡をこの現代の若者ががっつり歌っているというのにびっくりという第3段階のびっくりでしたね。でその次に出会ったのが今度は女性ですが、あのー、この人の神、えー、谷千尋さんという女性なんですがこの人の声がね本当に伸びやかできれいなんですね。 でその伸びやかで綺麗な声で三振を抱えて歌うで作詞作曲なんかもされていて「うわ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 」ってここでまた第4のびっくりですねこの三振という曲が「昔の」とか「おじいおばあの」という楽器ではなくて今音楽をやっている若い人たちがこうやって抱えて歌うんだと思ってめっちゃびっくりしました。 でいろんな曲があるんですがその中で私が大好きな曲を今日はお届けしたいと思います。えーとねあのー、歌の内容が、ね、ほ,ぼほぼ方言なんですほぼ方言なので最初は何言ってるか全然わからなかったんですけど本当に楽しい歌ですから一回聴いてみてください。えー、神谷千尋さんのわらび自分 えー、聞いていてたたただきましし神谷千尋さんのわらび自分でした、えっとね、今ずっとブルガリさんが三重の、えー、松坂市というところから聞いてくださってツイキャスを入れていただいておりますがこんな風にね、あのー、今日日ねラジオってさそこの人しか聞こえないぐらいなことだったのにこのコミュニティラジオってね、あのー、文明の発達のおかげでこうやってね、えー、日本全国の方に、まあ、聞こうと思えば聞ける。 いいててるるかかどううう別として、ね、聞こうととしねこ思えば聞けるよという状態になっってていいますとっても嬉しいねなので、あのー、私のように沖縄好きだけどまだ沖縄に住めてなかった時代必死で何か沖縄の、ね、情報を追い求めていた時代がありますがそんな風に沖縄好きな人がねちょっとでも沖縄の風に触れたいなと思って聞いてくださってる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、えー、自分の好きなね 音楽の話ばっかりしてないで、ちょっと沖縄の話もしてみたいと思いますが、あのー、ここからはね、とっても綺麗な海が見えます、えー。東シナ海、はい、東シナ海が見えていますね。えー、ギノ湾の。 えー、海がずっと見えてるんですが「マリリン・ギノワ湾通信」という名前の番組なのでだいたいねダイビングのの話をこの番組でではしてるんですね今日相方がいないので1人で民謡の話してますがダイビングの話をしてまして私もねここからもうちょっと北に行ったところの北谷町の砂鍋というところで。 えー、ずっとダイビングをししていましたでこのね、あのー、ダイビング好きが高じてダイビング移住だったんですが、えー、移住した途端に沖縄のいろんなね、えー、懐の深さだったり奥の、あのー、芸の奥の深さだったりそういうものにねすっかり目覚めてしまって、えー、ダイビングもやりつつこういう沖縄にずっぽりはまってしまうという今に至っています。であのー まあ、ダイビングの縁もあっていろんな縁もあってマリン支援センターさんでお世話になっているうちにこうやってねダイビングのお話ができるようになって本当に嬉しいなと思ってます大好きな、ね、沖縄の海を紹介できて嬉しいですし今日はねあのそんなマリン支援センターの、ね、提供番組でありながらもねマリ,マリン支援センター系の人がゲストで誰も来てないのでここぞとばかりにあの自分の好きな話をしてやろうと。 誰も聞いてませんようにと思いながらえ、マリン支援センターの人が誰も聞いてませんようにと思いながら自分の好き放題で今日は喋らせていただいてます。いっぱい曲をね準備したのにもうパッと気がついたらもう19分になってるのでちょっと待ってよ。まあ、曲に行こうね。曲曲かけをねあの。今日いっぱい曲を聴いてもらいたいので、えっと皆さんよくご存知の1個飛ばしていい？ 一個皆さんよくご存知の小蛇美沙子さんご存知ですねえっ、ー、わらび神とかでねすごくあの日本全国的に有名なんですが実はねこんなすごい歌を歌ってくれてますもう魂の叫びに私は聞こえます聞いてください小蛇美沙子さんでアメージンググレイス早く行きすぎだったあ、ないアメージンググレイス 待ってよ、私、あった。はい、それでは仕切り直し、アメージンググレイス。 さあ、こじゃみさこさんのアメイジンググレイスを聞いていただいております。あのもちろんね。ギノワンの方にたくさんこの番組聴いていただいてると思うんです。けれども、沖縄の方にもね。あのこの沖縄の曲あ、こんな曲知らなかったって。 いいいいいう曲がねもしし届いていればすすごく嬉しいなと思いますさあではねもう本当にちょっとしか時間がないので一番大好きなこの方の曲、えー、一番最初にも、えー、紹介した方ですけれどもこの曲を聴いてお別れにしたいと思いますが、えー、この曲を歌ってるのは実は先島ミーティングというグループなんですけどグループというかね、あのー 下地じささんという都言葉でね、都普通で歌を歌っている下地さんと、それで私の大好きな荒井幸人さん、2人がね、組みまして、都と石垣でタッグを組んで、先島ミーティングっていうのでね、CD を出してます。その中から聞いていただきたいと思います。これを聞いていただきながら、今日はお別れです。また来週、このお時間にお耳にかかりましょう。それでは先島ミーティングのぬじ молодец